その声、その美貌、そのオーラ、あなたはガンブレ学園の至宝にして千年戦争に一度の美少女と呼ばれたシオン様。そうだよ、シオンはガンブレ学園のアイドル。みんなを笑顔にするために今日も頑張るから。ジーク・シオン、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 ジーク・シオン。今日もシオンの民は笑顔にあふれてるね。で、今日の目的は違うの。このクラスにサイドゼロのリーダーがいるって聞いたんだけど。そこで何も言わずにシオンを見つめているあなた。そう、そこのあなた。シオンはみんなのものだからそんなに見つめちゃダメ。で、もしかしてあなたがリーダー君？はじめまして、大空寺シオンって言います。よろしくね。ちょっとここでは言えない話をしたいの。一緒に来てくれない？ここなら誰もいないよね。教室や廊下だと誰が聞いているかわからないもの。それで話っていうのは、あなたがチームを作って生徒会に対抗してるって噂を聞いたの。実はシオンも最近の生徒会には不満があるの。みんなから笑顔とガンプラバトルを奪った生徒会は絶対に許しちゃいけない。だからあなたと共闘できればと思って今日会いに来たの。力を合わせて戦って生徒会を倒しちゃいたいの。でもその前に、あなたが本当に噂通りの実力なのか確かめさせてもらうから。ここのバトルシステム使えるんでしょ？ちょうどいいから勝手に借りちゃいます。ミッション、シオンとコラボしてね。
織さんが認めた人だね。あなたの力があればシオンの夢が叶えられるかもしれない。あ、独り言が口に出ちゃったみたい。この話はまた今度ね。シオンはあなたみたいな人が現れるのをずっと待ってたの。シオンと二人でガンブレ学園にガンプラバトルと笑顔を取り戻そうね。えいえい、あー、もうどうして一緒にやってくれないの。もしかしてシオンと一緒に戦うの。いや、そう言ってくれるってシオンは分かってた。これからよろしくなの。全てはというわけで、あなたをシオン公国の大佐に任命します。額を赤く塗ることも許可しちゃいます。シオンとシオン公国の勝利のために頑張ってね、大佐。なんだあいつら、ホールに走っていったけど。おい、大変だぞ。シオン様が行動でゲリラライブをするらしい。マジかよ、俺たちも行かなきゃ。お前も見に行った方がいいぜ。チークシオン、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 チークシオン。この調子でシオン公国の臣民を増やしちゃうぞ。みんなシオンについてきてね。シオンちゃん、うんうん、その調子。じゃあ一曲歌おうかな。聞いてね、メビウスの時空を超えて。うお、好きだ好きだ。ちょっとダメ、ステージまで上がってこないで。ルール違反だよ。ルールなんて知らないっす。俺、もう我慢できなくて。おいおい、これはちょっとやりすぎじゃ。誰か助けないとまずいんじゃないの。いて、冗談っす、本気じゃないっす。ありがとう。じゃなかった、大佐。シオン公国の臣民も時には暴走しちゃうの。だから大佐はいつもシオンのことを守っていてね。もう悪いことしちゃダメだよ。シオンはみんなのシオンなんだから。あ、はいっす。守ってくれた大佐には特別報奨としておすすめのミッションを教えるね。あの部室に行こう。ここに来るの2回目だね。2人の秘密の場所みたいでちょっとドキドキしちゃうな。じゃあ準備はいい？ミッション開始するよ。シオン、行きま
真面目にやる。はーい、ちゃんと後で教えてね。シオンの愛受け取って。バイバーイ。マキュー、クエストクリア。次も行っちゃおう。クエスト開始だね。何が何でも突破するぞ。ずっと動きが良くなってる。ライブでもミッションでもシオンのことを守ってくれたし、やっぱりシオン公国に大佐は欠かせない人なの。シオンの目に狂いはないのだ。もっともっと実力をつけて打倒生徒会を成し遂げ、有料したるシオン国民の独立を果たすぞ。えいえいおー。これからもよろしくね大佐。グラウンドでシオンちゃんが何かやるらしいぜ。シオン様が？急いで行かなきゃ。最前列は俺のものだ。おい、サイドゼロのメンツもグラウンドに集まってるらしい。お前も行った方がいいんじゃないか。この学園に通う一人のアイドルとしてシオンはある秘密をみんなに伝えたいの。それはガンブレ学園が創設されて以来、その存在が不明とされていた生徒憲章が実際に
には学園長室に保管されていたということです。うわー、けど生徒憲章ってなんださあ。でもシオン様が演説してくれるだけで俺は満足だ。おいおい、なんだこれは。勝手に演説会なんかしやがってよ。生徒会の許可は取ってんのか。自由とガンプラバトルを愛するガンブレ学園に集会を禁止する校則なんてないもん。そうだそうだ。なあ、なんだおめえら、ラプラスの盾に逆らう気か。森田くん、話があるなら私たちが聞くわ。先輩の狼藉を見過ごすわけにはいきませんから。おいてめえ、後輩のくせにその口の聞き方は何だ。ゆいとそこの転入生がいなきゃ声も上げられなかった小物の分際でよ。それは親愛なるシオン公国臣民たち、今こそ立ち上がる時だよ。サイドゼロのゆいさんとイオリさんを助けちゃおう。うわあ、くそ、めんどくせえ流れだな。ザコを相手にしても時間の無駄だ。おい、大将との直接対決ならいいぜ。バトルルームのガンプラバトルで勝負と行こうぜ。いかなる時も先頭に立って戦い、2手3手先を読みつつ行動するのが指導者の役目。シオン受けて立っちゃうもん。ならこの戦いに何をかけるつもりだ。俺は今までぶんどってきたパーツを一つ残らずかける。これでどうだ。それならシオンは、シオンと5分握手ができる剣でいい。ちょ、ふざけんなよてめえ。そうだ、お前もユイたちの仲間なんだろ。だったら俺が勝ったらお前らのチームは解散。ユイとお前にはスーパーフミナのコスプレでご奉仕してもらうからな。ほんと、森田さんたら変態なんだから。大丈夫、シオンには大佐っていう頼りになる進化がいるんだからね。え大佐、この勝負絶対負けられねえ。俺の最強のガンプラでまとめて叩きのめしてやるぜ。いよいよ始まります。学園のアイドル大空寺シオンとラプラスの盾森田翔吾のガンプラバトル。コスプレと奪ったパーツをかけて戦う仁義なき戦い。果たして勝利するのは無垢な偶像か強欲な暴悪か。さあそれでは白熱のガンプラバトルにレディーゴ
次のクエストもどんどん行きましょう。やべえ、クエスト忘れてた。クリアすりゃいいんだよ、次。キャッホホ、面白え、ガチでやり合おうぜ。プレイヤー6、撃破されました。さあ、ギミック解放のクエストです。大胆勢力を撃破してギミックを利用しちゃいましょう。ねえ、最初はどんなクエストが好き？え、真面目にやる？はい、ちゃんと後で教えてね。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。マジかよ。見える、シオンにも敵が見えるぞ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やべえ、クエスト忘れてた。次クリアすりゃいいんだよ、次。大胆勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。いけんな。ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん。